こんにちは、ゆうすけおかです。今回は皆さんが撮影するにあたって必ずしも起きてしまう手ブレ。これを解消するためのエフェクトについて説明していきたいと思います。この手ブレなんですけど、基本的に手で持って撮影する、もしくはスタビライザーを使ったとしても、必ずしも手ブレや縦揺れ、まあ揺れは起こってしまうんですよね。それは僕自身もいろいろな現場で撮影してて、常に編集するときに不自然に感じたりとか、何とかしたいなってすごい思ってて、それを解消するために Adobe Premiere Pro のワープスタビライザーエフェクトというものを使っております。少しでも揺れが気になる場合は、ワープスタビライザーエフェクトというものをドラッキングしてエフェクトに追加することによって、より自然な映像を作り出すことができます。まあ今一応その参考映像としてスタビライザーエフェクトをかけているものとかけていないものをお見せしたいと思います。この映像はですね、DJI さんのロニー M を使ったスタビライザーで撮影しております。手ブレや揺れは基本的にないんですけど、やっぱ撮り方として見ていただければわかるんですけど、すごい揺れが起きてしまうんですね、前に歩いているので。このワープスタビライザーを覚えておけば、いろいろなシーンに使うことができるので、ぜひ覚えておいてください。やり方はとても簡単です。それでは Adobe Premiere Pro にて説明していきたいと思います。まずですね、スタビライズしたい映像をシーケンスに並べてください。この場合は先ほどもお見せしたように、少し揺れが目立ちます。かなり綺麗ですけどね。エフェクトでワープと打てば、ビデオエフェクト、ディストーションにワープスタビライザーというものが出てきます。このワープスタビライザーをドラッグ、クリップが長ければ長いほど時間がかかってしまうんですけれども、基本的にはすぐにこの分析ですね、はい、できました。滑らかなモーションはワープスタビライザーやるにあたって必須です。滑らかさが50から選べるんですけど、50は正直なところかけすぎです。違和感がある映像になってしまうので、確認していただければわかると思います。これ見ていただければわかるんですけど、一応ワープスタビライザー適用させてやってるんですけど、ちょっとグネグネしてるの分かりません？一応これ滑らかさ 50% だとちょっとおかしくなっちゃうんですね。不自然になってしまうんです、逆に。これを解消するために、この滑らかさを僕がおすすめするのは 10% ですね。この滑らかさ 10% にすることによってかなり自然になれる、なると思うんですけど、一応確認してみたいと思います。はい、これですかね。10%。うん、10% だとかなり滑らかです。でですね、皆さんにお伝えしたいのがもう一点あって、これは一応、24フレームで再生してるんですけど、一応これ60フレームなので、例えば 50%、50% ぐらいにした場合には、ワープスタビライザーと速度は、同じクリップでは使用できませんって言われてしまうんですね。これを解消するためには、まずワープスタビライザーをキャンセルしていただいて、必ずやっていただくのはこのネスト。ネストをすることによって一旦、クリップが固まるので、ネストをしてからスタビライザーを適用すると、しっかりとバックグラウンドで分析してくれますね。基本的にそのスローモーションの際に、スタビライザーを使いたいっていう方は必ずネストをしてくださいっていうことだけを、お伝えしたいです。ネストをすれば、これはワープスタビライザーだけに言えることじゃないんですけど、ネストをすれば一回固まるので、クリップをまとめるっていう際にも使えますし、こういうエフェクトを追加する際に不自由なく利用できるっていう点もあるので、ぜひ覚えておいてください。できましたね。ワープスタビライザーエフェクトについてある程度説明したんですけど、ワープスタビライザーエフェクトっていうのは使わない日はないっていうぐらい編集でワープスタビライザーエフェクトを使います。というのは、基本的に60フレームで撮ってスローモーションにするんですけど、スローモーションにすれば手ブレは目立たないようになるんですね。目立たないようになるんだけど、引きのシーンだったり、横の動きだったりとかは結構どうしてもスローモーションにしても手ブレっていうのが出てしまう。そういうシーンに必ずワープスタビライザーエフェクトを使いますね。本当にいろいろな用途に使うことができるんですね。例えばですよ、後日映像にして出すんですけど、チュートリアルにして出すんですけど、ハイパーラプスの編集にもワープスタビライザーっていうのは必ず使ってきますし、タイムラプスでも、例えば風が吹いてしまった時に三脚が揺れた場合にも、ワープスタビライザーを使えばより自然にスムーズに映像が作ることができるので、応用にもどんどん活用できると思うので、ぜひチェックしてみてください。どうもありがとうございました。